長崎県に土砂災害警戒情報が発表されました。長崎県下津島、上津島に土砂災害警戒情報が発表されました。下津島、上津島周辺には中心が赤色になるほどの活発な雨雲がかかっています。ここからは土砂災害の危険度マップを確認していきましょう。黄色の注意レベル、赤色の警戒レベル、一部では紫色の危険レベルのところがあります。急な斜面など危ない場所には近づかないようにしてください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。